近畿滅却の札の匂いがする。君たち何しにここへ来たかは知らないが、その敬虔な心に目をつけ機会を与えよう。わらわに会いたくば、わらわが仕掛けた洞窟を通ってくるがよい。
熱々でしょ。はあ、それよいしょ。さあ、とりゃ。沸騰したよ、沸騰。なんか間違えたみたいだ。もう一度装置を起動させてみよう。今度はよく観察するんだぞ。熱々でしょ。沸騰したよ、沸騰。沸騰したよ、沸騰。熱々でしょ。かけっこしましょう。よいしょ。沸騰したよ、沸騰。ゴバ、火を吹け。沸騰したよ、沸騰。
騰したよ、沸騰。わらわの戦況を通過するとは大したものだ。わらわは龍雲爵風神君。君たち何しにここへ来た？当たり前だ。わらわの仕掛けの術はたとえ奇襲や岩王帝君であろうとも称賛する。こんな大きな戦況に一人で住んでるのか？しかも大量の仕掛け付きで、まさか仕掛けの術を研究するため一人でこんなところに？伝説と同じで仙人たちって人間界を離れて隠居しながらすっごいものを研究してるんだな。わらわはただ人や仙人と接するのが億劫で静寂を求めただけだ。だがその静寂も長くは続かなかった。まあよい。君たち用事は何だ？手短に頼もう。わらわの休息を邪魔してほしくないのだ。帝君が暗殺された。なんてことだ。誰がそんな大罪を犯した？このような荒唐無稽な話到底信じられん。調べさせてもらうぞ。いや、いっそ先にリーウェコを。ちょっと待った。リーウェコを鎮圧って何言ってんだよ。二度と同じ過ちが起こらぬよう雷帝がごとき手段を選ぶのもやぶさか。そうだ。だが今帝君が暗殺されリーウェコーも危うい状況だ。そうそう、わらわは人の苦しみなど見たくない。だから。おいおい、なんとかしろ。この仙人本気みたいだぞ。本当にリーウェコーを鎮圧する気だ。そうだ、美味しい料理をいっぱい作ったんだ。全部やろうな。鎮圧とかじゃなくてリーウェコーを守ってほしいんだ。せめて他の仙人の意見を聞いてくれないか？契約か。契約の神が暗殺された今、その言葉は皮肉でしかないな。リーウェコーの人間は時折契約をないがしろにし白黒をあやふやにする連中だ。だが君たちが契約の名のもとでわらわに協力を求めるのなら、その上君たちは禁忌滅却の札を持ってきた。帝君がその診察を作った時戦力を注ぎ込み人間へと与えたが、今その診察に戦力はほとんど残っていない。ただの制約の証に過ぎない代物だ。さらに君たちの話の真偽を証明するものでもない。さっきの話に偽りがないか調べさせてもらう。
昨月蓄養神君の将兵もそのためだろう。もういい、速やかに去るがよい。これ以上仙人様、お助けください。お願いします、俺ら兄弟に慈悲を。仙人様、どお前は誰だ、どこから。こっちが聞いてるのに。あ、この絶運の間を安全に。あなたはきっと仙人の使いなのだな。俺ら兄弟を助けるため。ちょっと、慈悲深き仙人の使いをどうか助けてほしい。琥珀から掘り出した宝を売って家計の、だが宝を探すため山道に沿って登っていたら、俺もう怖くて怖くて、俺は一目兄弟を助けたいが。オイラたちは仙人。いや違いない。きっとあなたたちは、リトーが閉じ込められた琥珀はこの山のどこかにある。慈悲深き仙人の使いを、仙人の使いを感謝いたします。もうに、うわ、役になりきってる。しかも随分と仙人の使い。仙人がどこにいるか聞きたかったけど、あいつ今は兄弟のことしか頭にないだろうな。確かリトーはこの古老山の琥珀に閉じ込められてるって言ってたよな。山道に沿って登ったらしいから、
オイラたちは山道に沿って下へ行こう。周りの琥珀に気を止めながら人探しだ。間に合いますね。俺は言った…そうだ、まさか兄弟も。俺の言ったことはありがとう。もう途中…仙人の使いよ、ありがとう。ん？あ、でも俺らみたい、ただ尊き仙、おっと、これ以上仙人の敷地でうるさくしてはいけないな。俺らはありがとう。せ、オイラたち本当に仙人の使いだ。なんかここの、でもオイラたちは悪いことしてないし、多分三門荒らし、戒めを受けさせた賊。無知なる凡人よ、我が戒めをその身に受け。古老山に侵入し山の琥珀を破壊し、あの俗人どもは確かに戦意を知らぬかもしれ。ひゃー、おいらたちにもちゃんと理由があったんだ。昨月畜養神君が人間、ほう、これは近畿滅却の昔、帝君がこ、まずは詳しい理由へ、こうは手が、帝君が暗殺された。しかも芸仙儀式のリーウェの、いや、この世界の誰がそのようなことを。我らは帝君の律令に従いリーウェを、ま、だが今、旅人よ、話は分かった。この山の雑事を処理した。知ってるぞ、あれは仙人の戦利、羽を草木に、唾液を滝にって感じで、あの琥珀もきっ、そのような話は知らんが、これら琥珀は私が植えた花だ。
この花の大部分は地中にここに隠居して以来。じゃあこの子。その通り。それらの処理を